ピーターソン宇宙軍基地は、コロラド州エルパソ軍コロラドスプリングスにあるアメリカ宇宙軍の基地。アメリカ北方軍、北アメリカ航空宇宙防衛司令部、ピーターソン・シュリーバー駐屯地などの司令部が所在している。基地の管理自体は、P ・ S 側の管轄となる。基地は1942年5月6日に陸軍航空基地として開設された。 1943年頃は B-24 の訓練基地であったが、1944年頃は戦闘機訓練基地であった。1946年以降は基地は活性化と非活性化を繰り返していたが、1951年にアメリカ空軍の軍民共用空港として再開された。その後、2008年時点でも、 軍民共用空港として利用されている。戦略航空軍団が部隊を展開し始めたのは1979年のことであり、これは1982年に空軍宇宙軍団にとって変わった。2006年にはシャイアンマウンテン空軍基地よりノラド及びノースカム、アフスプック司令部が移転してきている。2021年7月26日にアメリカ空軍から アメリカ宇宙軍へ基地が移管され、名称変更されている。ありがとうございます。